おはようございます、ハゲドバです。今回なんですけれども、こちら、大根の方ですね、収穫の方をしていきます。ハッシュです。種まきしたのが、3月の8日で、本日は3月10日でございますので、まあ、大体60日ですね。大根は、ほとんど60日、まあ、ないし70日、こちらの方で、収穫ができるようになってきます。まあ、寒さにもよるんですけども、春大根は、まあ、大体そんくらいかなという形でございますね。で、こちら、植え付けた品種が、晩中春の息吹という種類でございます。こちらですね、春の息吹っていう品種なんですけれども、プラスでそこの上に晩中ってついてます。晩中というのは、こちら大根というのはですね、中大生というのがあります。中大というのは、棟立ちですね。寒い風に当たりますと棟が立って、こちら大根の栄養成長が止まって美味しくなくなる状態のことを言います。棟立ちですね。それを中大って言います。それを遅らせるって言いますか、晩中なんで、遅い中大ですね。中大しづらい品種ということで、こちらになっております。どうしてもですね、北海道は4月にも雪降る時がありますし、寒い時が結構続く時もあります。そういった時に寒い風に当たると棟立ちしますので、そういうのをなるべくさせないような、遅くなるような品種ということで、こちら、晩中春の息吹ということで、こちらの方を選定しております。まあ、0度くらいでは持つんですけども、風に当たるとダメなんですね。これが不思議なもんです。ハウスの中が0度とかになっても大丈夫なんですけれども、冷たい風に当たるとこう棟立ちして、美味しくなくなってくるというか、そういう現象が起きてきます。まあ、生理現象ですね。そういう風になってきます。まあ、次の世代の種をこう出そうとして、こう棟立ちしてくるんですけども、まあ、ここじゃまずいなっていう、そう反応が起きるんでしょうね。今日はこちらの方を収穫していくんですけども、収穫の目安ですね、見ていきたいと思います。では何のハウスやってるんで見ていきましょう。はい、昨日から収穫し始めたんですけども、非常にいい大根できております。まあ、病気もついてないですし、大きさの方も L サイズ、ちょうどいいサイズですね。まあ、スーパーで見かけるようなこういうサイズでございます。で、収穫のサインですね、こちらの収穫のサインなんですが、こういう大根になっております。今こうやって外の葉っぱが開いている状態ですね。これが収穫のサインです。なので、こうなったらもう取り頃ですね。まあ、目安は日数でやってもらえばいいと思うんですけども、見た目的に60日の大根がこんくらいです。で、出てる、まあ、内マルチ引いてるんですけども、このくらいですね。まあ、5センチから10センチ、10センチかな、10センチないかな、まあ、拳一つぐらいですね。これくらい出てるともう収穫、すごくいい大根だと思います。一つ抜いてみましょう。そうです、こんな感じです。非常にいい大根です。これでだいたい1キロから 1.2 キロくらいかなっていう感じですね。非常にいい大根かなと思います。こうですね。はい、これをあと延々と続けていく形になるんですけども、どうしてもですね、やはりあの水の当たり方であったりだとか、そういうのでちょっと若干その成長の度合いが違うんですけども、こんな形で60日経つとこれくらいの大きさです。非常に今年はいい大根取れてますね。まあ、前の動画でも言ったと思うんですけども、こちらにはほとんど薬使ってないです。要は、肥料のみですね。プラスでそこにニームアルファといいまして、線虫であったりだとか、キスジ対策にホース、それくらいしか使ってないので、非常にこう、まあ、ほとんど無農薬ですね。で、できてる野菜でございます。まあ、で、抜くときは、こうやってですね、垂れ下がっているところ、こうなってるんですけども、こう立っているところを持って抜けば、スポッて抜けます。で、葉っぱこうプランってなっているところを取って捨てますという形ですね。こうです。立ってる葉っぱを持って枯れてる葉っぱを取るという形です。これでこの後洗っていきますんで、この葉っぱを取らないと非常にこう洗うのも面倒です。剥いてるとやっぱり面白い大根あるもんですね。こういう大根も出てくるわけです。これは売り物になりませんので、まあ、こう切って自分らで食ったりだとか、あのご近所にあのお裾分けとかにしたりするんですけども、
こういう風になるのがやはりですね、土硬い部分に当たってしまいますとこう伸びてしまったり、もともと種が奇形種だったりとかしますとこういう風な形になったりとかもしますね。昔流行ったあの大根でこういう風になったりだとかしてる大根とかもありましたよね。いろんなそうやっていう現象も起きてきます。なので大根熟考といいまして、よく耕した、畑じゃないと大根はまっすぐ育ちませんよという例でございますね。こちらはたまたまこう石とかあるとこうやってぶつかってこう なる時もあるんですけどね、こういうのもたまにあります。で今このようにですね、袋に詰めてまいりました。これをあと運んで今度洗い場の方に、持っていく形ということでやっていきます。では袋詰めしていきましょう。積んでいきます、あとはこれをずっと全部積むだけです。では後で向こうでお会いしましょう。はい、では今からこちらですね、大根の方を洗っていきます。こちら大根洗う機械ですね、ローラーがこうついてて、ここの中をこうくる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 回っていく形になります。よいしょ。まず大根入れていきます。形でずっと洗っていきます。これが袋に大体そうですね、14本15本ぐらい入っております。それ70袋ですね。それやって今日は出していきます。こちらの方、今度出てきた大根をこちらの方にやって、水切りながら、大体の長さを揃えながら、今度、箱に詰めていくようにそちらの方に今度並べていきます。またこの次この内容ですね、で移していきます。ということで大根の方を洗い終わりました。これを今から箱に詰めて、出荷の準備をしていきます。今日の大根は、洗ってみて分かりましたが、非常にいい大根です。虫もついてませんし病気も出てません。で、5月の上旬くらいからですね、こういった形で、収穫できます。よろしければお試しください。また、私の動画ではこのように大根の栽培もそうなんですけれども、トマトと長ネギ、こちらですね、産地でございます。
地ならではの、こちら、栽培の技術テクニックですとか、やり方、それから、収穫するために、行っている大事なことであったりだとか、たくさん取るために、重要視していることだとか、いろんなことをですね、私の動画ではこれからもお伝えできればと思いますので、ぜひよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。家庭菜園などにもフィードバックできるような形でお伝えできればなと思ってますので、よろしければどうぞ登録の方お願いします。それからいつもいいねとチャンネル登録ありがとうございます。非常に励みになっております。また、こちらですね、大根の栽培であったりだとか、他野菜何でも構いません。よろしければ、質問ございましたら、コメントにて、いただければですね、お答えできるかと思いますので、一つですね、皆様方の農業を通じてまた交流できればいいかなと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。